はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。天井カイトです。ついにギャラクシーアイズの強化が来たぞ、ハルト。今日はですね、カイトなりきりセットデッキをねご紹介していこうかなというふうに思っておりまして、最新弾でねめちゃくちゃいっぱい強化されて新規カードバカほどもらってるんですよね。まあ新しくね追加された、まあ、エクシーズモンスター、エースモンスターがねいまして、カオスナンバーズ62、ネオギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴン、かっけえ、マジでかっこいい。まあ、このデッキはねあのかっこいいモンスターがいっぱい出るということでね、使う理由はそれ以外必要ないという話があるんですけど、このモンスター普通に強くて、プライムフォトンの上に重ねてエクシーションすることもできるという効果なので、実質レベル82体で出ます。プライムフォトンがレベル8にかける2で作れるモンスターなので、まあ、こいつを、作るためにはプライムフォトンを出せばいい、イコールレベル8かける2ですね。はい、召喚条件は。で、自分のバトルフェーズ開始時に、それを1個取り除くと、モンスターに3回まで攻撃することができますよというね、圧倒的性能をしておりまして、で、この効果、別にそのギャラクシーアイズを素材にしてなくても使えますので、汎用カードになってます。だからギャラクシーアイズデッキじゃなくても、4000で3連打が可能になってくると、これからの時代はね。はい、で、このカードはギャラクシアイズフォトンドラゴンを素材にしていると、相手のモンスターの効果を受けないという効果と、あとこのカードの攻撃力が、素材としているモンスターのレベルランクの合計かける100アップするよと、まあ、だから脳筋力が高まるよというようですね。プライムフォトンでねぶん殴っても別に勝てるかなっていう試合はもちろんあるんですけども、まあこいつで、まあ、全員にぶん殴って勝つっていうシーンを、まあ、できれば見せたいですね。まあ、オーバーキル感が若干あって、正直これ出さなくてもこいつで勝ってんじゃねえかっていう試合はまあもちろんあるんですけどね。はい、まあでもこの耐性が結構強いっていうのがあるんで、まあその辺はちょっと舐められないところあるなっていう。はい、で、新しく追加されたモンスターなんですけども、まずですね、N ですね、これね、ギャラクシーサモナー、このモンスター結構強くて、召喚特殊召喚に成功したら、フォトンかギャラクシーを釣ってこれると、墓地からね。で、レベル操作もできますと、まあ、だからこれとレベル4にできるんですけども、モンスターをだからそのこのギャラクシーウィザード、こっちはなんか8にできるよみたいな豪華じゃないですか、レベル4個上げるよみたいな。だからこっちはレベル4にして、だからまあこっちが8こっちが4みたいな、まあ、そんな感覚で使っていけばなと。でこの蘇生した時のモンスターの効果も別に無効になってないんですよね。だからこのねギャラクシーウィザードをね使い回す動きがめっちゃ強いです。このカードをリリースしてデッキからギャラクシーカードを手札に加えるよっていう効果、これ単一ないんですよ、名称指定ので。こいつ自身リリースしたら墓地にギャラクシーウィザードがいるんで、こいつを普通に召喚するとまたこいつでこれを蘇生することができると。でじゃあリュウさん、そんな召喚権2個ないと無理じゃないですかっていう、特殊召喚モンスターじゃないんでね、これ召喚権に行かないと無理でしょみたいなこと言われる方いらっしゃると思うんですけども、なんと召喚権を増やすカードが実装されてまして、今回のね、新規フォトンエンペラー、このカードはフィールド以外から、まあ、どっからでも墓地に来られた場合、フォトンかギャラクシーが墓地か場にいれば出てこれますよ、レベル8で。召喚特殊召喚成功したら通常召喚権1回増えますよと、光属性モンスターの。これがねめっちゃ強いんですよ。でこれを落とすカードが、まあ、例えば愚かな埋葬であるとか、あとね今回新規で、追加されておりますギャラクシーハンドレット、これがねまたね強いんですよ。全部強いんですよ今回新規カード、このカードの発動時の効果処理でデッキからフォトンカードかギャラクシーカードを墓地送ると、これでフォトンエンペラーを送ったりとか、あと、まあ、今回新規でねフォトンジャンパーってやつがいるんですけども、こういうのを送ったりすることができますと。で、自分のフィールドにギャラクシーアイズフォトンドラゴン、はい、瞳の中の銀河ですねこれ、はい、この銀河くんが、出てきた時、草取りがユニコーンみたいな効果が付与できまして、エクストラデッキの、モンスター確認して1枚除外できると。で、ナンバーズがいればパクれると。ナンバーズハンターなんでね。ナンバーズをハントするか、または除外できるということで、これめっちゃ強いです。だからまあ、ティアラメンツのなんかカレードハート除外したり、キトカラ除外したりね。あと、なんかパンクデッキのルーラー除外したり。まあ、ルーラー除外しておいたら結構強いです、これ。はい。なので、まあ、その動きをしていければいいかなという感じですね。で、フォトンジャンパーっていうのも結構強くて、墓地へ、送られただけでデッキからフォトン魔法トラップかギャラクシー魔法トラップ持ってこれるんで、これで愚かな埋葬からこれを送って、フォトンカード用意しながらギャラクシーハンドレット持ってくるとかね、まあ、そういう動きがめっちゃできるんで強いですね。で、
手札どういうハンドからいけるかっていうと、まあ、ちょっとコンボデッキなんで正直1枚初動はないです。このデッキ1枚から動けるっていうデッキじゃないから。だけどまあ2枚コンボからは結構いけて、まあ、例えばまあ有名なのはギャラクシーウィザードプラス、まあ、サモナーとか、あと、まあ、同じ、ハンドになればいいから、ギャラクシーソルジャー、とフォトンドラゴンプラスなんか、サモナーとか、なんかそのいろんな、まあ、あらゆるハンド、あらゆる2枚コンボから、動いていくんですけど、まあ、どういう場面になるかっていうと、ソルフレア、手札から、フォトンかギャラクシー捨てて相手の特殊召喚したモンスターをなんか、ぶっ破するみたいな効果とか、それから、タイタイギャラクシー魔法カード向こうねとか、フォトンロード、これが立ちます。ソルフレア、フォトンロード、タイタンギャラクシーっていう、まあ、3体のモンスターを出していくことができるっていう何枚かね。このね、妨害力がかなりね、強くて、意外とね、先行取って勝てるデッキになってるわけですよ。今までギャラクシーって後攻取ってなんかぶん殴ってくるデッキってイメージが皆さん あったかもしれないんですけど、今回からね、新キャラが追加されて、天下力結構すごいので、まあ、タイタニックとか、フォトンロードとかソルフレアで妨害してで、ね、3ターン目にね、ネオ、ギャラクシーアイズとか、プライムでぶん殴って勝つみたいな。まあ、もちろんね、高校を取ってもある程度展開が通ればあのワンキル取れるデッキではあるので、まあ、その辺のちょっと動きをね見せていければいいのかなと思っております。やっていきましょう。デュエルスタンバイ、デュエルモード、フォトンチェンジうるさいですか、すいません、うるさかったらすいません、うららガンマやめて、ガンマやめて、絶対ゾウジー通さまやめて、よしよ聞け、ガンマはない、オッケー。さあとりあえずいってこのハンド強いな、ギャラクシーソルジャーか、まあ、ちなみにこの誘発結構全部踏むんで、誘鉄全部踏むんですよこのデッキなんで、そこだけ注意といったところですね。はい、でこれはまあどっち止められてもいいです、これはこのハンドであれば正直どっち止められても大丈夫。あー、オッケー、通る、全部ダー通り。あ、ちなみに今のはだから止められたくない方を一応チェーン2に、あ、チェーン1にすればいいんだけど、まあ、正直これはどっちにしてもあんま関係ないので、どうしようこれ、なんか上振れすぎて何持ってくればいいか分かんねえな、まあ、とりあえず召喚権使ってない状態でウィザードとなんかサモナーを揃えると、あの同じ動き多分できると思うんで皆さんもね、ちょっとその辺は意識して回していただければなと思うんですが、まあ、とりあえずフォトンエンペラーを落としていく。ギャラクシーかフォトンがバカ持ちにいるんで出てこれて通常召喚権が1回増えます。これが強いんだ、フォトンエンペラーがレベル8になって召喚権1個増えてるのマジやばくて、でウィザード効果でリリースして自分のデッキからギャラクシーカード持ってこれますと、これ魔法トラップでもいいんですけどね。で遠征を持ってきまして、でですね、サモナー召喚です、これ召喚権1回増えてるんでね、今召喚2回やってますから。これでサモナー効果、自分の墓地のあちらにターン1がないんですよ、ハルト、このモンスターに効果のターン1制限はないぞハルトって言いながらそんなことで叫ぶお兄ちゃんは嫌だ、兄様は嫌だと言われますけどね。でトランスは持ってきて、兄様じゃん、兄さんか、兄様だったらあれになっちゃうの、あ、ボクバクになっちゃうの。でエクスペディション効果、レベル8ギャラクシーが、あー、フォトンギャラクシーがいるんで、アフターグローブを出してこれますよと。でサマナー効果でこいつをレベル4にしましょう。でアフターグロー君のね効果が素材になって取り除かれるとなんかギャラクシーアイズ出せるよっていう効果がありましてね、それ使っていきます。でギャラクシーアイズフォトンドラゴンの効果、これが新規カード、アフターグローブを取り除くことによってデッキからこれね上振れてるんでね、これ正直何でもいいんだよな。エターナルギャラクシー持ってきとく か正直マジで何でもいい、これもう全部揃ってるから、あのコンボパーツはこれでランクアーチ出るように。でアフターグローの効果発動、闇に輝く、銀河がどうのこうの、あらあれよ、ギャラクシーアイズフォトンダゴン、ギャラクシーハンドレットの効果、相手のエクストラデッキでナンバーズハントしますあーナンバーズいねえのか、ナンバーズ使えや、スプライトか、なるほどね。ですね、これこの場合は、まあ、何を引っこ抜くかっていう話なんですけども、これクシャトリアユニコーンの効果なんですよね。まあ、アゼンス抜いておいたらね多分まくりないでしょう。はい、これでいいんじゃないですかね。で
ソルフレア出していきます。ソルジャーとエンペラー2体を使ってソルフレアで、ソルフレアがリンク召喚に成功すると自分の墓地から、あ、これ、いや一応ね、あのちょっとニビルケアがむずくて、あの上振れ狙った時ね、そこだけちょっと注意なんだけどニビルケアできないのちょっとあれだな。ニビルケアしたい場合は一応フォトンロード先に出さないといけないんですけどね。でこれレベルは4にはしない。でレベル8のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシエンス召喚ナンバー90ギャラクシーアイズフォトンロード、そして手札よりマジックカードギャラクシートランサーを発動。自分の墓地よりフォトンモンスター1体を特殊召喚し、いやデッキの中のギャラクシーアイズなくなるのうぜえからアフターグロウでいいかこれだギャラクシーアイズね、手札に引きたくはないんだけどデッキにめっちゃ残っててほしいカードなんですよ。これめっちゃむずいですよね。で、レベル8のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシエンス召喚現れよ、ナンバー38希望海流タイタニックギャラクシー、カードを1枚セット。これがまあ一応まあ基本展開といったところですね。まあガンマンは気がするか、ちょっとあんまりドローフェス言うことないな。タイタニックギャラクシーで魔法カードを無効で、それくらいで特殊召喚したモンスターを破壊。てかこれあれだわ、エターナルあるからさ、これさタイタニックギャラクシー2枚入れとくの、あーっと開門杖、いやこれね無効にしちゃっていいんじゃないかな。いやこれでまあスターターって言われても、スターターで出てきたモンスターをソルフレアでしょればいいんで、まあ、多分なんとかなると思うんだよね。これさタイタニックギャラクシーマジで2体いるわ。これでさエターナルでさフトンにさ、いやキャシーまあいいでしょう。ガンマないか、もうキャロット、なるほど。これで、いや引いてないっしょ多分これ、レッド引いててもまあいいや、多分なんとかなるわ。多分なんとかなりますので、ここでレッドだなら出してほしい、なんならレッド出してほしいわ。ないか、レッド出してでオーバーレイってして効果って言ったら、まあ、ソルフレアって言えばもう大体大丈夫だし、結構この打点が高いモンスターアーゼウス抜かれてて結構相手きついんじゃねえかな。あースプライギガンティックはまあいいか、まあ、とりあえずちょっと一回サーチだけするか。ねこれは初動でいいですね。ギャラクシーアイズフォトンドラゴン持ってるんで、次のターンの初動を手札に加えれば OK。 トランサーでいっか、とりあえずなんか分かんなかったらトランサー加えるときはなんとかなる。トランサーが一番なんかアドバンテージ稼いでくれて、なんか墓地とデッキからモンスター出せるから、これが一番なんか優秀っていう説はある。ソルフレアで破壊しちゃった方がいいですかね、これ。いや、これどっちの方がいいんだろう。もう効果発動してる状態にした方がいいか。ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを墓地に送り、相手のエクシーズモンスターを破壊。ソルフレア、B、いや、破滅のフォトンストリーム、全然違うけど。破滅のフォトンストリーム、強い。セッツ、OK?あー、オーケー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 、ドゥルー、フォトンロード使うことなかったな、なんか全然まだ1妨害残ってましたから、ね、今ね私ね、伏せカード除去りてえな、伏せカード除去りたい場合はどうしたらいいんだ。先行展開した後にどうやってあの伏せカードを除去るかっていう話なんですが、とりあえずサモラで持ってくるか。ハルト、あの伏せカードを除去する方法がわからないぞハルト。エターナルギャラクシーを発動、ギャラクシーフォトンドラゴンのランクを4つアップさせる、ランクアップエクシーズチェンジ、銀河の光を導くところ新たな世界が開かれる、天孫降臨アーマーエクシーズ召喚現れよ、新たな光の化身ギャラクシーアイズフルアーマーフォトンドラゴン、さらにフルアーマー一体でオーバーレントワークを再構築、ランクアップエクシーズチェンジ、現れギャラクシーアイズサイファーブレードドラゴン、サイファーブレードドラゴンの効果発動、サイファーブレードドラゴンの効果によりオーバーラインウィットを一つ使い相手のセットカードを破壊。ちょっとこれぐらいしかセットカード破壊する人はねえんだよな。フルアーマーちなみに表側しか終われないんでね。あ、ガンマバースト、なるほど、ちょっと外れだったな。ギャラクシートランサーを発動、ギャラクシートランサーの効果により自分の墓地よりギャラクシーアイズフォトンドラゴンを特殊召喚、闇に輝く銀河よ希望の光となって我がしもべに宿れ、光の化身
ここに降臨、アラアロギャラクシーアイスフォトンドラゴン。そしてギャラクシーハンドレッドの効果発動、相手のエクストラデッキをカンニングし、その中のナンバーズをハントする。人はナンバーズハンターと呼ぶ。そしてレベル8のモンスターに対して、ね、オーバーネットワークを構築。現れろナンバーズ62、宇宙にさまよう光る手紙、その狭間に眠るし悲しきドラゴンたちを、その力を伝わせ真実の扉を開け、ギャラクシーアイスプライムフォトンドラゴン。ちょかった、これひらめいたわ。ちょっとあの一応あの癖カードケアする方法を思いつきました。ブレードが2枚しか入ってないんで、これブレード戻せばいい説。一応波紋のバリアウェーブフォースをケアするぜ。ギャラクシーアイズモンスターの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築。エクシーズチェンジ、現れよギャラクシーアイズサイファーブレードドラゴン。効果発動、オーバーレイユニットを一つ使い、相手のクセカードを破壊。うわなるほどね。まあそれは無効で危なかったぜ。相手のクセカードは逆転、逆転を許すカードの可能性があるからな。一応ケアするものはケアした方がいい。そしてプライムフォトンドラゴン一体でオーバーレイネットワークを再構築、カオスエクシェンジチェンジ、現れよネオギャラクシーアイスプライムフォトンドラゴンバトルフェイス。効果発動する必要ない、いけアルティメットエタニティフォトンストリームかっこいいけど、これネオプライムの必要なくね。デュエルモードフォトンチェンジ、人影ハンドのハルト人影増人を撃つしかないぞハルト。ハルトちょっとこれヤバくない、通んなかったら、もう通んなかったらおしまいみたいな反応しに、俺ちょっと頼むマジで通してくれハルト。俺はこのカードが通らなければ負けるぞハルト、大丈夫かそんなことは兄さんは言わないな。ねえセアミンは持ってくるのはどうでもいいだろう。まあちょっと一回どこで打つかって話ありますね。はいはいはい、セアミンちゃんどうぞ、セアミンちゃんのサーチもどうぞ。フォクシーかディアノートにチェーンして打って、うらら打たれるまでが一応テンプレまでありますね。はい、テンプレートでございます。そこまでが行くぞーハルトー増殖スラジー発動なんかやめろー、取れー、大変やば、うららですか、うわっしゃー、やったぞハルト、増殖スラジーが通ったぞハルトこれでそんな喜ぶやついるっていうね。こんな兄さんは嫌だ選手権じゃん。俺増殖スラジー通ったらめっちゃ喜ぶは、カイトっていう、はい、こんな兄さんは嫌だ選手権第1位よし、顔するな、よし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 、まあここにニュラル打てなかったか、まあしょうがねえ、いいだろう。いやこれなんだろうな、ティアラメンツ入ってるパターンなのかな、それとも純正なのかな。純正だったら多分ここあれだもんね、あのドラゴンドライブだよね。シャカーナ、ルベリオン、ウララ、白雪、シェイヤー、ティアラメンツ型か、なるほどな、りょつまり、まあ、とりあえず、ジ・アンデッドまで確定して、さらにシェイレーンの効果も、シェイレーンではない。あ、ってことは、手札はティアラメンツではない。レベリオン効果もどうでもいい。マグナムでももうしょうがない。マグナムもいい。これはもう、ジ・アンデッドにいろいろぶち込むしかないのね。はい、いいでしょう。いや、もう、その4枚小屋しだけは許さない。絶対に。絶対に許さない。いや、これ言うても落ちそんな強くねえな。まあでも、うららがうぜえけど。まあいいや。うららじゃん、間違えた。白雪がうぜえけど。ちょ、白雪っていうカードも禁止しません。あ、オッケー、通った。これでですね。いや、でも意外とこれ、普通に止まってくれないっすか。それはそんなに強くはないが、福楽院のワンドローにかけるってこと？いや、福楽院のワンドローうぜえ。鬼うざ。鬼うざ問題なんだけど、これ。
これで回答とか引かれることある、シーレーンドローみたいな。俺それされたら怒るよ。さすがにナンバーズハンターいじけちゃうけど、あーオッケーで、あーカオスルーラーなんだ、なるほど。ルーラー除外もったいねえな。そのなんかフクラクインでルーラー戻した方が、いやでもアンゲルか、これうざ、アンゲルじゃん、うざすぎなんだけど、うぜえ。いやでも大丈夫だ、殴ればいいんだ、あの俺こっちに打点高かったわ、脳筋で殴ればいい、あのモンスターは光闇暗黒ではあるが、まあモンスター効果受けないと発動した関係ないね、なんなら賛成でパクればいい。ドロードレイド加えているので、まあドレイドが出てくる。さあ俺のターンだ、懺悔の用意はできているか、手札を一枚墓地を振り、ギャラクシーソルジャーの効果発動、自身を特殊召喚、そして特殊召喚に成功した場合の効果発動、デッキからギャラクシーモンスター対応、手札に加えることができる。あ、フラクイン、うざ。マグナム、いや、まあ、マグナムもういいんじゃん、別に墓穴温存でいいだろこれ。白雪うぜえな、まあまあまあコストねえか、コストねえわ。はい、でさらにワンドロー入れて、はい、でマグナムビートセイバー出てくる。なんか全部も全持ち芸人なんで、アフターグロー持ってきます、アフグロー持ってきます。マグナムート OK、 マグナムートはもうどうでもいい、そんなエンドフェイズサーチ、いやこのターンで殺せばよかろう。ちょっと一回ハンド見るか、ちょハンド見して、それ何持ってんの。これはもうね、殴ったら勝ちなんで、アンヘルパクるとかは関係ないです、これ意味ない。さあそのハンドを見せろ。うん、あドルイドか、オッケー、まあ、ドルイド戻されたら意味ねえからな。あオッケーオッケーオッケー、いいだろう、よろしい。さああとの2枚のうちどっちかをデッキで戻させてもらうぞ。 OK OK カモン、あー弱っ。なるほど、ワンドロー忍びネクロだったんだろうな、多分ワンドロー忍びネクロだったんでしょうね。サリークでいいですかねこれね。はい、であとワンチャンあるとすれば、ここでワンドローして、戻し、まあ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 、戻してワンドロー入れます。いや大丈夫でしょ、手札ゴミでしょ、んなトップハーフにすとかそういうことされませんよね俺。まあ、とりあえずハンドレット発動、ギャラクシーハンドレットの効果、うわなんか引いたじゃんこれ。あれなんかチェーンしてるぞ、何か引いたな、えビーセットまた引いた、ちょっと待って待って待って、やめてやめてやめて、フォトンエンペラーの効果発動、自分の墓地から特殊召喚、ああ増字か、ああ増字はいいや、増字はケツアラ確定。さあ懺悔の用意をしていけお前、懺悔して懺悔しろお前は。あーこれもしかして白毛のコストある、え、これ白毛のコストあんの、あやば、はかなきゃ。やべ、増字通っちゃった、やば、ちょっと待って、なんか間違えたかもしれない、あれなんかよくわからないけど、なんか増字の通されたんだが、嘘嘘、嘘でしょ、どないしよう、どないしましょうこれ。いやもう関係、行くしかないよね、でも行くしかないか、関係なっつって行くしかないんだけど、でもあのデッキ誘発そんな入れられないと思うんだよね多分。え無限抱擁とかでも、あ打てないか無限抱擁は、だからあとはあるとしたらハウフにすると、まあ、うららぐらいだと思うんですけど、うわなんか何これ、え嘘でしょ、トップドロー何それ、うららってこと、うわきめえ。いやまあでもそんなにだな、今別に痛くないな、そこのうらら打ってくれて逆にありがてえ、逆にありがたいまである。サモナー召喚で効果増、あとはいやーちょっと待って、どうしたら最小でいけんだこれ、ちょ分かったかもしれんぞこれ、これ分かったかもしれん、これはねこうすればいいんじゃないですか、これでハウフニス
これでハーフスキアしたら多分出して、いや多分ねこれでいける。まずレベル8のモンスターになるオーバーレイエクシーズ召喚、あれあれよギャラクシーアイズフォトンロード、さらにちょっとなんか何したらいいか分からなくなってきましたどうしたいでしょうか。これは僕はどうしたらよろしいのかな。これ出すか。ネオプライムでさ、これさ3連打できるアンヘルって、もしかしてこれ戦闘界されないよね。戦闘界されない、モンスターに3回攻撃できる。強くね、分かったわ、これ3回攻撃すればいいんだ、分かりました。エクスペディション、なんで効果発動しすぎたなこれ。現れよ瞳の中がどうのこうのギャラクシーアイズフォトンドラゴン、そしてギャラクシーハンドレッドの効果発動、ギャラクシーハンドレッドの効果により、ねこれね、いや正直もうこれキトカロスとかどうでもいいから、キトカロスとかこれどうでもよくね、カレイド抜いたらいいんじゃんこれ。すげえぐちゃぐちゃぐちゃってなってるけど、なんか絶対余計な特徴がしてる気がするわ。いやいいんだ、かっこいいモンスターでぶん投げるからいい。ちょっとここでさ、こうしてさ、でもネオギャラクシー出したらもう効果きないから、このギャラクシーアイズフォトンドラゴンをお世話にしているため、相手が発動したモンスターの効果は一切に受けない。プライムフォトンドラゴンを1体でオーバーレットが最高値、カオスエクシエンスチェンジ、あらあれよカオスナンバーズ62、ネオギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴン6000、バトルフェイス、バトルネオギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンの効果発動、アフターグロードラゴンを墓地に送ることにより、いや大丈夫、無効にできる、大丈夫だ無効にできる、そのモンスターの効果は無効、これによりハーフニスの効果は無効になり、俺のネオプライムフォトンドラゴンの効果を有効、あれなんで、あーやばい、ギャラクシーは破壊しちゃったちょお前何してんだフォトンロード、やばい、やばくないか、別にやばくないわ、やばくない、キトカロス、いややばくないわ別に大丈夫だ。効果くらいから何でもなる多分。これで、いやどうでもいいな、なんかもう勝ちかこれ、倍になってるもんな、1万2200勝ってるわ勝ってますのでどうでもいいです、はい、どうぞご自由どうぞ、はいなんか最後ぐちゃ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 ってなったけどまあいいか勝ってるわこれ、サンスできてるの俺、ゲットりゃーちょっと待って、浅すギャラクシー浅すぎてちょっとごちゃ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 ってなったけど、なんか勝ったからオールオッケー、ちょっとさギャラクシーアイズ奇数なんだけどこれさゴールデンキロスあるんだけど、ブルーアイズと同じ匂いするわ、めっちゃくんのよ手札に、ちょさお前やる気出しすぎやて、でもブルーアイズよりは展開手段多いんでね、ギャラクシーアイズの方がまだいいですけど、ちょっとやる気出しすぎたんですよね、フォトンロードくん、フォトンロードじゃねえフォトンドラゴンくん、ちょなんか激ヤバソリティア始まっとって草なんですけども、これ一体何が起きるんですか、私はこれ死にますか、エクスパラディンとかいうなんかやばい、これ魔法カード回収モンスターじゃん、やばすぎ、原初の種、やばいカード回収してる、あ人工知能メサやばいね、これマクロコスモスだね、マジッククロニクルだと、なに魔法トラップカード5枚をゲームから除外、やばいことが起きてる、なにあれあこれもしかしこれもしかして現象タネループ始まるえ嘘でしょ、なんかいろいろなんかユニオンキャリアとかいろいろ禁止になってなんかできなくなったんじゃなかったでしたっけ、このムーブって現象の種
回収。あ、やばいね、原種の種ループしてるね。あ、やばいね。あ、これやばいね。これ何、これどういうことあれこれ何、もしかしてデッキの中の全てのカードにアクセスできますみたいな話。あ、でも封印の本質じゃないんだこれ。クシャトリア・シャングリラ、わからん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 、何これ、プレゼント効果、やばいことしてる、やばいことしてる、ガチでやばいことしようとしてる、ガチやばムーブしようとしてる、プレゼント交換。あ、これお互いにあれじゃん、裏側除外されてってこと。え、これもしかしてなんだけどさ、これクシャトリナシャングリアの効果無限回発動するんじゃねえこれえ、嘘でしょやばやばすぎる。先行でモンスターゾーンと魔法トラップゾーン全封鎖されたが、なるほどね。なんだこの神ゲー。